静岡市清水区の仮設ゴミ置き場の入り口です。朝から一般市民が続々とゴミを持ち込んできています。 JR 清水駅東口近くにある石油元売り大手エネオスが所有する土地に大規模な災害ゴミの仮置き場が開設され、今日から受け入れが始まりました。災害で家の中の家電だったり、あと外に置いておいた洗濯機などがダメになったもんで、それでそれをこちらの方で処分してもらうという形で持ってきさせてもらいました。こういう置き場ができることに対してはどういうふうに感じですか？非常に助かりますね。やっぱりやっぱいろんなところであふれかえっているもので、今日4回目3回目か、すでに3回目、家具すべてとかもう床上になっちゃえば全部ダメだからもっと早く対応してほしいですよね。できれば本当何から何まで、水から何からちょっと対応遅すぎますよね。およそ1900件で床上床下浸水の被害が出た静岡市では、住民から山積みとなった災害ごみの早期撤去を求める声が上がっていました。今回設置された仮置き場は広さおよそ1万4000平方メートルで8000トンを受け入れ可能。受け入れ時間は午前9時から午後4時までです。静岡市によりますと、一連の災害ごみの量は推定で2万トンを超える見通しで、市は仮置き場から順次ごみを運び出して対応する方針です。午前、静岡市の田辺市長が災害ごみの仮置き場を視察。ごみを持ち込んだ市民に話を聞いたり、担当者から説明を受けたりしていました。視察後、取材に応じた田辺市長は、これから市民の皆さんにここを活用してもらうということで積み上がると思いますけども、とにかく今仮の置き場としてそれぞれの地区の公園何箇所かに置いてあるものを早く撤去をしたいと、そんな気持ちであります。市民からは行政対応の遅れを指摘する声が上がっています。初動対応について市の広報課ですとか SNS の方に非常に多くの意見を寄せられてますけども、自衛隊派遣要請の経緯などどう考えていらっしゃるんでしょうか？まずは前向きに第2週目のこの災害ごみの撤去をはじめとした作業をしていくということが肝要だというふうに思っております。災害対応について70万の市民の皆さんがこう安心を取り戻した、日常の生活を取り戻したという先にね、今回の災害のいろんな私どもの対応の検証というものはしていかなければいけないというふうに思っています。